わ、綺麗。おお、やばい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 。みなさんこんにちは。こんにちは。今日は初めての科学遊びシリーズ、色が変わる水の素を使って水の色を変えたりする実験をします。中に入ってたのは色が変わる水の素のとクエン酸と重曹です。色が変わる水の素を入れます。はい、中はこんな感じ。これはキャベツ、キャベツが入ってる。気持ち悪い。うれ、くさ。これは色が変わる水の素です。もっと入れるよ。うわー、紫だ。グレープジュースはいかが？見た目は美味しそうだけど匂いはきゅうり。余ったね。はい、かなちゃん重曹を入れます。これはブルーになるはず。本当かな？全部入れるの？おお。全部入れちゃえ。あ、きれいきれい。全然色が違う、隣のと比べて。これ同じ水だったって思えないね。あ、この色好きだな。透き通ってる海の色みたい。クエン酸入れます。なんかつぶつぶなんだね、クエン酸って。わー、きれい。あー、ピンクだね。明るい系。桜色、桜色。音が違う。スポーツドリンク、これはお家にあったアクエリアスゼロです。いい香り。あ、そうなの。さあ、いい香りと臭い匂いの。うん、変わった。薄んだった。うわ、あ、違う。これちょっと混ぜよう。わ、すごい。色変わった。こっちが酸性、こっちがアルカリ性、この辺が中性。本当はここにもう一個あるんだけどね。にがりと石灰水を混ぜたやつ、なんか深緑みたいになる。重曹の入った基本色とクエン酸の入った基本色を混ぜてみます。これなんだ。あー、なるほど。そっか、酸性とアルカリ性中性か。じゃあちょっとこれにさ、酸性のスポーツドリンクを入れたやつを入れてみようよ。おお。あー、中性に酸性入れたからさっきのスポーツドリンクみたいな色になったんだね。あ、なんかこの中間の色みたいになったね。こっちの食べれる実験ねるねるの方でも実験をします。イエーイ。これはね、ノートが入ってるから。シャキーン。色が変わったり膨らんだり、ねる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 ねを作れたりするんだって。実験3まであるから楽しそう。小学校の先生と共同開発だって。めっちゃある。楽しそう。マスポイトも実験っぽい。粉は1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個入ってる。ここが実験1で使うもの、ここが実験2で使うもの、ここが実験3で使うもの。ほら、ちゃんと実験の音もある。名前書こう。かーな。よいしょ。それじゃあ早速実験その1、色変わり実験をしよう。紫キャベツ液を作ろう。粉だから大丈夫じゃない？何の味なんだろう。すごいいい匂いがする。こっちの紫キャベツの粉は大丈夫だった。でも匂いは最高だけど、見た目があのキャベツそっくりだ。左側のビーカーにレモンの粉1、右側のビーカーにふくらし粉1を入れよう。スプーンでよく混ぜてね。何色になったかな。これ予想でいけるかな。水の色が変わるやつやったから多分これ溶けるかも。まずレモンの粉は酸性、酸性はピンクに、ピンク色になったから多分ここはピンクになる。クラシコは重曹と同じだから、重曹入れた時は水色になったからシャキーン。全然わかんないもん。こっち側は青で、秋がクエン酸を入れたところはピンクだったからこっちはピンクだ。レモン。お、お願いピンクになって。おお、
ピンクになった。やった、予想が当たったぞ。ピンパンパンピン。はい、次はふくらしこを入れてみよう。予想は当たるか。ああ、お願い。わーい、こっちも予想通りだ。じゃーじゃん。おー、当たってるー。中性に酸性のレモンの粉を入れると赤色になり、アルカリ性に入っているふくらしこを入れると、中性に入れると水色になる。わかりません。ちくわみみ、ちくわみみ、ちくわみみ。わあ、これ面白そう。ハテナの粉にはね、酸性かアルカリ性が入ってるんだって。で、ここの中に入れて何色になったかを元に酸性とアルカリ性どっちが入っているかを決めるらしいよ。絶対分かってないな、この顔。ピンクだったら酸性、青だったらアルカリ性が入ってるって、予想酸性。匂いで、あ、でもアルカリ性かな、この匂いは。アルカリと信じているよ。せーの、うん、青。え、何色？うわー、ピンクだー。ということは何が入ってる？え？違うやつ入れたかも。え？一人一人違うの？え？え、色が違うよ、ハテナの。そう、これは予想外だった。ということは、あきちゃんのはアルカリ性の粉だった、かんなちゃんのは酸性の粉だった、はてなの袋はどちらか1種類が入っています、ここに書いてあった。じゃあ次の実験いこっか。レモン液とふくらしこを混ぜてみよう。実験2のレモンの粉を水の中に入れます。あー、いい香り。次はふくらしこを入れてスプーンでよく混ぜてみよう。ここで記録って言ってるん、キラーン。ちょっとイメージを描いてみよう。もわ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 、できた。こんな感じになると思う。ドバー、うわー、わわ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 わ、くんな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 、やばい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 、やばい、かなちゃんの予想外だ。やばいやばい、まだあるの、やばいやばいやばい、予想外だった。よし、書き足しとこう。書き出し、もこ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 、先生、宿題できました。酸性と一緒になると泡の元が外に出て膨らむんだって。これはすごい。ちょっと食べてみよう、美味しそう。あ、レモンの味がする、美味しい。ん、今までぬるぬるぬるねの、どうして色が変わるんだろうとか、どうして膨らむんだろうとか、酸性とアルカリ性と中性でできてるんだなって初めて知ったな。わ、これはすごい。おー、ネバ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 ー。これで入れてムクムクってなったら絶対酸性が入ってるんだ。お、袋の膨らんだ膨らんだ、やっぱりこれは酸性が入ってるんだ。うぅ、おいしそう。2番の粉は何性かな、アルカリ性酸性どっちか。酸性。酸性だって。それじゃあ食べよう。いただきます。おいしそう。ちょっと混ぜてみよう。うまうま。上にのっけて、上にのっけて、上にのっけまくって。ノートもついてて、理科とか実験ってなんだろうってわからない人も楽しめそうなキットでした。みんなも実験しながら作ってみてね。バイバイ。